じゃあもうちょっと待っててね、掃除が終わってからにしようね。ポンちゃんもちょっと下降りてくるとなでなでできるんだけど、すぐ終わるから、こっちおいで、ポンちゃん。ポンちゃん呼んでるよ。ジャン君とポンちゃんの時間だからね。はい。はい。
ちょっ香香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 ちゃん、チャンスだよ。
ちょっとラブシオくんが静かになったね。休憩してるんだ。シオくんは休憩中だね。多分ケージを開けっぱなしにしてるとこの時間が増えてくるんだね。12月24日の譲渡会で、もし決まらなかった場合には、うん、ちょっと出しっぱなしっていうのも考えてみようかな。あの里親さんのとこに行くまでの間はうちでは家猫、完全な家猫にはしないような考え方してたけど、これ結構長引いてきたので、うん、それでもこう生活が普通に送れるようになれば、こんなに暴れん坊じゃなくなる可能性はあるかなと。まあ、あれも虚勢するし。うん。たださ、うん、暴れん坊で普通になくなればあれだけど、うん、しばらく暴れん坊がちょっと続くとなると、うん、あれだよね。うちのね、その辺もちょっと少しずつ様子を見ながら、うん、今これで約1時間ぐらいもう出てるかな。今そこまで出てないと思う。ほら落ち着き始めてるから、うん、この落ち着き方だったらジャン君もポンちゃんもそんなに、うん、怒ることもしなくて済むだろうし、ただまたいつ火がつくかわかんないけどね。なんかちょっと面白いことが起きると、うん、はい、おもちゃではなくてなでなでにしようよ。はい、ここにね、ここにいて、ここにいて、はい、まあそこの辺も少しずつ見ていってだね。例えばね、眠くなったらケージに戻るとか、そういう風になってくれると、うん、その辺もまあちょっとやってみないとわからないけどね。里親さんの方に行った時と同じ状態をまず作ってみるっていうのは一つかなと。うん、はいはい、はい、ご飯ね。はい、ご飯いっといで。なんでご飯を見るとなでなでをせがむようになっちゃったんだ。はい、痛いで。ほら、最後は痛いで。